ぞいらしてくれました。実は昨夜また夢を見ましてな、ベロニカがここにいる姿が見えたのです。この場所は勇者の峰、かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に空から舞い降りてきた地だと言われています。ベロニカは夢の中でこの地に立ってこの笛を吹いておりました。これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったという笛。お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。もしかしたらこの笛が私たちに道を示してくれるかもしれん。セーニャよ、さあ吹いてみなさい。はい、それでは。何も起きませんわね。ですがお姉様が夢の中で吹いていたなら必ず何か意味があるはずですわ。これはあなたがお持ちください。この光が、笛が釣り竿になったように見えるが、バカな、私は夢を見ているのか。キャー、当たりが来たわよ、引いてみて。私が夢で見たもの、神の乗り物ケトス。今伝説がよみがえりました。その笛を吹けば神の使いは勇者様を大空へいざないましょう。世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。勇者様、お願いいたします。諸悪の根源たる魔王オルノーガを打ち果たしてベロニカの無念を晴らしてくださいませ。
ようじゃな。島、長老様の夢の通りならここに闇を打ち払う力が。何でしょう、見たところ神殿のようですが、私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。Thank you.
おい、何者か知らねえが出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。なんだこいつ。なるほど、兄ちゃんがそうなのか。オイラは神の民だよ。神の民？なんだそりゃ。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ。けどそんな大層なやつがこんなところで何してんだ。そりゃあもともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。そんなことがさぞおつらかったでしょうね。魔王のやつ、むちゃくちゃしやがれ。さっきは疑って悪かったな、あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんであんたは助かったんだ。見たところこの場所は無事みたいだが。この太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。聖なる種火の加護だって、もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、そういう話は詳しくないんだ。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだ、まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。そうですね。ですがこのままでは。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名はダティじゃないよ。それに魔王が倒されて太女様が復活すれば、大いなる命の流れも蘇る。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。あんた、こいつのこと。そういえば、そういえば、清らかで神々しい、この炎が聖なる種火なのでしょうか。
これはアザが反応している。だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。皆様、あれを。あの三本の苗木からは命の大樹にも似た不思議な力を感じます。あの木々を調べましょう。何か大事なことを伝えようとしている。私にはそう思えるのです。今の光景、みんなにも見えていたのよね。同じく左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。もしや、あの方は。うん、お主ならわかるはず。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者老主様に違いない。まさかこのような形でその勇姿を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇者たちなら、先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと、特に闇を打ち払う力についても何かわかるんじゃねえか。試してみる価値はありそうじゃ。他の苗木も調べてみるかの。やあ。はい。じゃな。ねえ。何かしら、あの大きいハンマー。先代勇者ちゃんたちの様子からしてただのハンマーじゃなさそうだけど。あのハンマーの形状、武器というより鍛冶用のものに近いが、しかし何のために。そうですね、それにあの場所もどこかで見たような。考えていても仕方ないわ。次の苗木を調べてみましょう。どうしたの？
行くぞ。そのあ、今の光景は一体？先代の勇者たちは何かの鉱石を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。あ、もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。姫様、そうに違いありません。邪悪の神と戦うため先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。つまりそれこそが私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。先代勇者が作った勇者の剣は今や魔王の手の中だ。だがまだ手はあるぜ。俺たちの手で作ろうぜ。魔王の野郎をぶっ倒すための新たな勇者の剣を。よし、決まりだね。それじゃ、情報は少ないが、先代勇者たちの足跡を追うとするか。見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちなら、きっと手がかりを見つけられるはずだ。最初の鉱石を採掘していたのは、この場所と同じく天空の浮島じゃったな。神の民殿なら何か知ってるかもしれんの。ハンマーがあった場所はきっとサマディ地方のどこかよ。サマディの王様に聞いてみましょう。思い出しました。最後に見た剣を打っていた山、あれはホムラの里から見える火山のはず。では天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向かうとしよう。そこを巡れば新たな勇者の剣が作れるかもしれん。お姉様と歩んできた旅の日々、必ずや生かしてみせます。ああ、その通りだ。行こうぜ。ちゃんたちどうだった？なるほどね、そんなことが。でもそれで思い出したよ、じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は闇を打ち払う特別な剣を作るべく聖なる種火を持って冒険してたそうだよ。兄ちゃんたちが見たのはその時の光景で間違いないだろうね。先代勇者が鉱石を集めてた浮島ってのも多分天空の古戦場のことじゃないかな。天空の古戦場じゃと？しかし何故そのようなところに勇者の剣を作るための材料が。古い話だから詳しくは知らないけど、かつては特別な金属が採掘できた浮島で、それをめぐって大きな戦いがあった場所なんだ。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いてるけど、もしかしたら。兄ちゃんたち、行くなら気をつけてね。
もう何百年もの間、神の民さえ近寄らず、どうなってるかわからない場所だからさ。そのような場所が。ならば、実際に行って確かめるしかあるまい。そうそう、もし何をすべきか忘れたら、またオイラのところに来るといいよ。じいちゃんから聞いた話を教えるからさ。みんな、頑張って。よ、なあ。そうじゃな。Thank you.
さあ行きましょう。さあ乱れ続け。お疲れ様でした。Thank you.
我が奥義受けてみよう。
そういえばやりましたわ。しなくていいのよ。力を抜いてリラックスして。まあすっごい筋肉、ずいぶん長い旅をしてきたのね。大丈夫？きつくない？我慢できないなら遠慮なく言って。よし、できたわ。はい、目を開けていいわよ。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。スリーツーワン、バンジー。パフンパフ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 ンパフパフパフンパフ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 ンパフパフ。Thank you.
クロスだ。頼もしいわ。Yeah.
心ですね。Thank you.
我が王に受けてみよう。まだまだいけるぞ。てよありがとう。これが先代勇者ちゃんが手に入れてた痕跡なのかしら。おいおい、マジか。ひょっとしてこいつは。カミちゃん、どうしたの？すげえぞ。こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する古の神の金属、オリハルコンだ。なんと、オリハルコンじゃと。わしも文献で目にしたことはあるが、この鉱石がそうじゃというのか。間違いねえ。お宝のことなら俺の専門だ。世界で一番珍しい貴金属としてマヤからも散々聞かされてるしな。まさかこんなところにあるとはな。このオリハルコンを鍛えればとんでもねえ剣が作れるはずだぜ。あ、そうか、それが勇者の剣か。これで新たな勇者の剣の完成にまた一歩近づいたってわけだ。さあ、次の場所に向かおうぜ。やりましたわ。なあ、さあ行くぞい。ねえ、すごい。Thank you.
勇者の星がサマディに迫っているという噂は本当だったのか。大樹が地に落ち、世界が闇に包まれた後、突如として落下を始めたそうだ。一体世界で何が起こっているのか。勇者の星か。ユグノアには老主様が邪神を倒した後、ロトゼタシアを永遠に見守るため天に昇り勇者の星になったという神話がある。お主の母エレノアが好きだった老主様の神話、古代の人が作ったおとぎ話に過ぎんと思っていたが、魔王によって世界が崩壊した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えると、そうとも言い切れんか。どうした、人の話も聞かずぼーっとしおって、しょうがないやつじゃの。もう一度わしの話を聞くか。おお、そうか、聞いておったならいいんじゃ。いずれにせよ、あの星がこのまま地上に落下すればサマディも無事では済むまい。王宮に向かうぞ。サマディ王に話を聞いてみるのじゃ。さて、おい、